伊豆大島の大島町は土砂災害の危険性があるとして一部の地区に避難勧告を出しました。避難勧告が出たのは元町地区、岡田地区、千頭地区の合わせて393世帯722人です。この3地区では去年台風で大規模な土砂災害が発生していて、今回の台風18号でも新たな土砂災害の危険性があるということです。これまでに島内で合わせて162人が自主避難をしています。大島町は他の地区にも夜間に避難勧告を出す可能性があるとしています。